待たせいたしました。この電車は下り戸川行きワンマン電車です。この電車の降り口は進行方向運転室後方のドアです。お降りの際はご乗車区間分の運賃乗車券を運賃箱に入れてからお降りください。駅係員の降ります駅ではホーム側の全部のドアが開きます。その際には駅係員に運賃乗車券をお渡しください。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次は中野町、中野町パールショップともえ中野町でございます。降り口は左側です。この駅には駅係員がおります。中野町駅はヤマサ醤油の工場に囲まれており、電車を降りると醤油の原料大豆の香りが漂ってきます。ヤマサ醤油で工場見学される方はこちらでお降りくださいませ。ホームが段差となっておりますので、お降りの際はお気をつけください。次は中野町パールショップともえ中野町に停車いたします。次は観音金太郎ホーム観音でございます。降り口は左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次の観音駅周辺は銚子のもともとの中心街で、銚子の観音様として親しまれている円福寺がございます。目にも鮮やかな朱色の本堂や五重の塔、そして年に数回公開されるお宝は全国的にも有名です。また水揚げ量日本一を誇る銚子漁港第一魚市場方面へはこちらでお降りください。次は元銚子、上り銚子、本銚子、京葉東和薬品、元銚子でございます。降り口は左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。ワンマン運転を行っております。車掌に乗せておりません。今先無人駅では前の車両一番前の扉で運転士が結果の確認と開始を行います。無人駅では後ろの車両のドアが開きませんので、ご注意ください。
乗車ありがとうございます。これより先電車は緑のトンネルといわれる銚子電鉄で一番人気の区間を走ります。電車の一番前、運転席の前方を見るとまるで森の中を走っているようなメルヘンチックな景色を見ることができます。次は笠上黒生、笠上黒生、髪の毛黒生、笠上黒生でございます。降り口は左側です。この駅には駅係員がおります。銚子ポートタワー第三魚市場方面へはこちらでお降りください。次は西足利島、西足利島、ウェルネス8020小沼歯科西足利島でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。これより先沿線では秋から春にかけてはキャベツ畑、夏はトウモロコシ畑が広がり、のどかな風景を車窓から見ることができます。冬暖かいという気候を生かした柔らかい春キャベツは全国一の生産量を誇っています。まもなく西足利島ウェルネス8020小沼歯科西足利島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますのでお降りの際はお気をつけください。Thank you.
次は足利島。足利島、関東最東端より銚子港直送、千葉石毛魚類、足利島でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。風光明媚な景観を誇る足利島の海岸周辺は明治大正時代の文人たちが滞在したことで知られています。文学好きの方には銚子出身の国木田独歩をはじめ、小川宇仙、尾崎学童の文学碑や武久夢二の宵間千草の石踏みを巡る散策がおすすめです。次は足利島。足利島、関東最東端より銚子港直送、千葉石毛魚類、足利島でございます。君ヶ浜、君ヶ浜、ロズウェル君ヶ浜でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。電車はこれより木々の間をゆっくりと下ってまいります。林の中を抜けると間もなく進行方向左手にとてものどかな景色が見えてきます。畑やその向こうに見える林が織りなす里山風の眺めはとても心和む風景です。またこの区間では犬吠埼灯台を遠くに望むことができます。世界灯台100選、日本の灯台50選に設定されている日本
側下の岩場にて撮影されたものです。また犬吠埼の白亜紀旋回堆積物は国の天然記念物として指定されており、2007年には日本の地質百選にも認定されています。太平洋の大パノラマが楽しめる地球のマルチ見える丘展望館、願いが叶う観音様満願寺もとても魅力的なスポットですので、ぜひお立ち寄りください。まもなく犬吠ワンツースマイル OTS 犬吠埼温泉犬吠に停車いたします。お忘れ物ございませんよう、今一度お手荷物をご確認ください。降り口は左側です。次は戸川、ありがとう。戸川終点でございます。運賃は進行方向運転室方向の表示器に表示されます。降り口は右側です。戸川町には漁港へと続く5番の目のような坂道が何本もあり、昔ながらの漁師町そのままの風情ある町並みを見ることができます。大正12年に建てられた戸川駅の佇まいはまるで映画のワンシーンのようだと言われるほどノスタルジックで、海外からのお客様にも人気のスポットとなっています。まもなく戸川、ありがとう。戸川終点でございます。お忘れ物ございませんよう、今一度お手荷物をご確認ください。ホームが段差となっておりますので、お降りの際はお気をつけください。本日も銚子電鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。